なかなかそのきっかけとか、あと一歩踏み出す勇気が自分の中でなくて何もできないでいたんですけども、今回その大学内にきっかけバスのパンフレットとか、まあ、ポスターが貼ってあるのを見て、これは参加するべきだなと思って連絡して今回参加しました。くぎこさんという方のお話を聞いたんですけれども、その際に自分の避難場所にいたことがあるかとか、その避難場所に何があるかとか分かりますかっていう質問された時に、避難場所に行ったこともないし、そこにいた時に何があるかも全然把握してない自分がいて、防災意識の低さを改めて感じました。何かあってからでは遅いんだっていうことと、今のうちからそういう防災教育とかしっかりして、いざという時にそれが行動できるようにそういう知識をつけるべきだなっていうのは思いました。福島大学3年の熊谷新平と申します。今回そのきっかけバス47の福島県代表を務めさせていただきました。中心的に回ったのがその岩手と宮城っていうところだったんですけど、福島に関してはふるさとに帰れないっていうところが本当に他の地ともそもそも話が違うなというふうに感じていて、そうですね、そのまず自分が帰りたい場所に帰れないっていう状況をやっぱり分かってあげたいけど、やっぱり自分がそうならないとやっぱ分からないというか、 100% 分かりきるっていうのは、分かってあげているのかなってやっぱ心配になる、不安になってしまうっていうことは本当に福島すごく感じました。3日目の夜に相馬の方でダイアログをした時間になんですけども、復興って何だろうっていうテーマで話をしたんですね。でその際に出たので一つすごくいいなと思ったのが、復興っていうのは、まあ、ゴールっていうものではなくて目指すべき方向なんじゃないかっていう、みんなが一人一人東北のため日本のためいい社会を作るために一人一人がその方向に向いていくっていうことがある意味で復興なんじゃないかなっていうふうに言われて、あ、その通りかもしれないと。みんな一人一人が一生懸命やっていけば、いつっていうのは決めることはできないと思いますが、いつかは絶対復興できる、絶対元気にしてやるっていうその思いが大事なのかなと僕は思いました。きっかけバス、